はい、松村塾のカズです。今日はですね、転職理由を説明する際にこの点を意識しないと落ちますということでですね、今回も転職理由に関する攻略法を解説していきます。他の動画でも転職理由いろいろとお伝えしてはいるんですけど、特にここを面接官納得させていくっていうことがとても大事ですって。社会人の方はですね、不合格の要因の第1位が話が長すぎるということなんですけど、その次に上がるぐらい転職理由納得させることができなかったという敗因があったりするわけなんですよね。で、まずその転職理由意識していく上でですね、面接官はあなたは転職癖があるのかそうでないのか、この点をとても意識して見ております。なので、あなたが例えばその大学卒業して、初めは営業職に勤めておりましたと。で、その後次に製造業に移りましたと。で、その営業職から製造業に移った理由は、まあその自分自身が営業している中でもっとこういった知見を高めたいと思ったから転職したとか、そういった前向きなキャリアアップとしての考え方を話していただければ十分大丈夫かなって思うんですけれど、その後ですね、じゃあ次に製造業から今回公務員の事務職になるということで、次は私こういったきっかけがあったんで移ることにしましたっていうとですね、面接官によっては、あなたはそのやりたいことがコロコロと変わる癖があったりしますか、転職癖があるのではないですか、こう言われることがあったりします。で、このあなたは転職癖があるのではないでしょうか、この発言はですね、最も恐れるべき発言でして、もう負けフラグ立っちゃうわけなんですよ。あなたは転職癖がありますねと言われて最終的に受かりましたっていう方は、私2000人見てる中で遭遇したこと一度もないです。で、この考えが面接官によぎることがないようにちゃんとお伝えしていくことが大事なんですよ。じゃあ、そのこれまで何度か転職している方はどうやって面接官にあなたが転職癖がないと納得させるかというとですね、本音を少しさらけ出すというところ、これが一番大事になってくるわけなんですね。で、例えばですね、そのまあ営業職から製造業を移った時は、まあ、これはまあ本音では、例えば上司のパワハラがあってとかそういうのあっても、人間関係のことは言わない方がいいので、そこは置いといてですね、で、本当にキャリアアップしたいっていう、そういった考え方が少しでもあるんだったら、それを前面に押し出して1社目から2社目製造業に移った経緯について、そこはキャリアアップを図るために転職したとかお伝えしてもいいんですけれど、じゃあ次に製造業からなんか短時間で公務員の事務職移りたいってなった時に、また次はこういうところ興味を持って動きましたっていうと、あなたは転職癖があるねと思われてしまいますので、で、ここで本音をさらけ出す。例えばその2つ目の製造業においては、実はその残業がかなりあって、月に100時間ぐらいあったりして、そのワークライフバランス保つことが難しいと、そう思って改めて転職を決断した経緯がありますと。で、ただその今回転職するにあたって製造業も経験してきたりしてる中で、これまでの人生経験してきた中で特にこういったきっかけがあったりして、あるいはこういった思いがこう募ってきて、で、私は今後公務員として自身のキャリアを生かして貢献したいと思って志望したんだとか、まあ、ちょっとこういったね、やっぱ本音交じり伝えていただいた方が、面接官にとってまた短期間で次の職種に移るという正当性を証明することができるんですよね。なので、このある程度本音をさらけ出すというところはとても大事なので、ここは社会人の方ぜひとも覚えておいてほしいかなと思います。これによってね、1年間また棒に振ってしまうかどうかすっごく決まってしまうので、ぜひこの考え方はですね、念頭に置いてください。で、次にですね、転職した時期が3月以外の方ですね、つまり年度末というキリの良いタイミング以外で転職した方は、これもまた要注意なんですよね。例えばそのそのあなたのキャリアを見た時に、10月退職とか11月とか1月とかね、ちょっとこうキリの悪い時期に転職している場合で、かつ医療業界とか金融業界とか、あとその生徒一人一人受け持つ、そういった教育関連の業界にいる方ですね、やっぱこういったちょっとお堅い業界にいる方って、単年度でこう長く仕事持ってたりとか担当の方持ってたりするんで、なんかあえてここで切りよく年度まで働くことなく急いで転職した経緯って何があるのかなっていうのを、公務員の方はものすごく気にするわけなんですよね。
で、まあ、そこで例えば本当に年度とか関係なくて、その退職する2ヶ月前に単にその申し出て退職したっていう経緯があるんだったら、その本音を伝えていただいてもいいんですけれど、やっぱりこうお堅い業界にいる方がですね、なんかあえてその11月とか中途半端な時期に辞めてる場合は、なんかこの方急いで辞めなきゃいけない事情があったのかなって面接官の方はちょっと勘ぐってしまうわけなんですよ。で、そうするとね、なんかあなたがその現職、あ、前職の会社勤めている中で10月頃にこういったきっかけがあったりして、やっぱり11月に私は急いで転職したいと思って、で職場に話し合った結果11月に退職して、次の会社移ることになりましたっていうと、面接官が本当それだけかなってちょっとこう疑ってきたりするんですよ。で、まあ事実として、で本当にその年度単位の仕事とかあまりこう割り当てられてない業界、例えば小売業界とかだったらいつ転職してもそこは怪しまれないんですけど、やっぱりこうお堅い業界ですね、まあ特に学校の先生とかだと年度途中で移るっていうのは、それはちょっと子供たちにとってもやっぱこう担任変えなきゃいけないとか、子供たちは職場にすごくこう影響があるわけなんですよ。だけど中途半端な時期に辞めてるってことは、なんかあったなって思うと、なんかあったなと思って面接官聞いてくるんで、やっぱその時にある程度本音をさらけ出すっていうのも結構大事だったりするんですよね。で、そこでその面接官にこの人は致命的にこう人間性に欠陥があると思われない程度のその本音交じりの理由を伝える。まあ例えば教員だとね、まあ本当にその残業とか大変でワークライフバランス保つの難しくて、まあ正直このままだと体調を壊す可能性があったりして、でその病気休暇を取ったりとか、まあなんかいろいろとそのやり方考えたりしたけど、やっぱり最後の最後職場と話し合って、そのまあこの仕事ではなくて、例えばこの仕事続けててもまた復帰したら同じ環境が続くことになるので、さすがに自分のその体調管理などが難しいと思って辞めたんだとか、やっぱそういった本音交じりの理由を中途半端な時期に辞めてる方は伝えた方が納得させることができたりします。だこういった点ものすごく大事なのでね、ぜひ皆さんこの点を念頭に置いて転職理由納得させられるようなものを作っていただきたいかなと思います。はい、じゃあ今日の講義は以上となります。ありがとうございました。